こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は新NISA決定、高配当株投資はどう変わるのかということで、12月16日ですね、税制改正大綱ですかね、っていうのが提出されて、新NISA というものが決定しました。まあ、それによってですね、高配当株投資というのがやりやすくなるんじゃないかといったところで、今回ね、動画を作っています。まずはですね、新NISA の概要というのをお伝えして、その後、高配当株投資どう変わっていくのかなっていったところを見てみて、まあ、最後にですね、僕自身はどのような投資をしていくのかっていったところで、進めていきたいなと思います。まずはですね、新NISA の概要になります。新NISA開始時期は2024年の1月からという形になっています。非課税の保有期間というのが期限なしということになりまして、今までね、積立NISA だと20年間、一般NISA だと5年間、そしてですね、何年までにやんなくちゃいけないよっていう期限があったんですけども、そういった期限もないし、ずっと保有しててもいいよというお話になっています。また口座開設も高級化されてますので、いつでも口座開設して OK ですという形になりました。年間投資可能額というのも、ね、大きく増えまして、積立枠っていうのが120万円、成長投資枠っていうのが240万円になりました。これですね、積立枠っていうのはね、積立NISAのバージョンアップ版と思ってもらえばいいかなと思います。そして成長投資枠っていうのが一般NISAのバージョンアップ版みたいな形ですね。この積立枠と成長投資枠、どちらもですね、投資することができまして、合計で年間360万円投資することができるよという形になります。ただですね、積立枠というのはですね、積立NISAと同じようにですね、そこまでね、悪い商品じゃないですよって選んだ中から投資ができるというようなものになっています。そして成長投資枠っていうのはですね、例えば米国株とか日本株とか、個別株とか ETF とか、そういったものをね、いろいろ投資はできるんですけれども、レバレッジ商品はですね、投資しちゃいけないよという形になっています。レバレッジね、もちろん ETF であっても投資信託であっても投資しちゃいけないよという形になってますので、そこはね、今までと変わっているというところですのでご注意ください。そして非課税の限度額、これがね、1800万円になります。この非課税限度額1800万円というのは、一生涯における上限額ということになってます。ので新NISAで、まあ、積立枠と成長投資枠を活用して1800万円まで投資してしまったら新NISAによるですね新たな投資っていうのはねできなくなりますっていうことになります。またですね、成長投資枠っていうのはですね、この1800万円とは別にですね上限設けられてまして1200万円までという形になります。積立枠の方はですね上限が設けられてませんので一生涯の、上限である1800万円までですね積み立てることができるよという形になっています。だから、まあ、例えって言うと積立枠120万円をずっと毎年積み立てていて1800万円にすることもできるし、成長投資枠240万円を投資して1200万円、でそこから先は積立枠の120万円を使って、残り600万円を投資するというやり方ができるよというお話になってきます。次ですね、限度額の計算価格ということなんですけども、この金額っていうのはですね買い付け金額をベースに計算されますので含み損益っていうのはね計算しないという形になっています。対象年齢に関してはね18歳以上ということになってますので、今まであったですねジュニアNISAのような使い方はできないよというお話になります。売却によるですね限度額の回復っていうのはありますので、生涯のね1800万円分もう投資しちゃった、もう投資できないという場合であってもですね、新NISAの口座で買った銘柄っていうのを売却することができればですね、新たにですね投資をするっていうのはね可能になってきます。ですけども年間投資可能額っていうのはね、回復しませんので、例えば成長投資枠240万円をねすでに投資してしまって同じ年にね売却してまた買いたいというふうになってもですね、成長投資枠ではもうそれ以上ね同じ年に買うことはできないという形になります。翌年以降だったらね買うことができるんですけど、同じ年に売り買いする場合っていうのはですね年間投資可能額っていうのをね意識しないといけないよという形になります。で今までのね現行NISAの対応ということなんですけども、現行NISAはね今まで通りの対応という形になります。つまりですね、まあ、新NISAが始まりますけども、現行NISAもね併用して、使っていくことができるという形になりますので、2023年が、まあ、ラストということになりますので、2023年に一般NISAもしくは積立NISA使っていったらは、その後ですね一般NISAだったら5年間運用できるし、積立NISAの場合であったら20年間運用できるということになります。そしてその現行NISAっていうのを運用しながら新NISAを新しく投資し始めるっていうこともできるという形になっています。でその現行NISAですね、今まではですねロールオーバーっていうのがねできたんですよね。ですけれども今回からですね新NISAに移行するということで現行NISAのロールオーバーっていうのができませんので、現行NISAのねその期間、一般NISAだったら5年、積立NISAだったら20年終わった場合はですね、普通の
一般口座とか特定口座っていうね、普通に課税される口座への移管をするのか売却するかの二択、どちらからか選ばないといけないという形になってきます。まあ、これがですね、新NISAの概要となります。まあ、総じて見てみると結構ね、うまい具合にというとあれですけど、非常によくですね、バージョンアップされたんじゃないかなと思います。多くの方が投資をしやすくなったのかなと思いますし、投資可能額が増えたっていったところがですね、今までも投資していた方からすると非常にね、嬉しいのかなというふうに思います。またですね、この投資可能額が増えたといってもですね、非課税保有期間というのが期限なしということになりましたので、まあ、少ない金額でね、コツコツ投資していってもですね、大丈夫だよといったところがまた嬉しいところなのかなというふうに個人的には思ってます。まあ、このね、新NISAに変わったことによって様々な運用が可能になってます。入金力がね、多い人からすれば、年間360万円、フルインデックス投資とかですね、フルにね、投資できるのかなと思います。またそこまでね、入金力ないよっていう人にとってもですね、年間120万円とかをね、コツコツインデックス投資、もちろんね、今まで通り年間40万円でもいいと思いますけど、それでコツコツインデックス投資するって、そういったね、やり方もあるのかなと考えています。また、成長投資枠のみを活用してですね、まあ、スイングトレードとか、そういったものをやっていくっていうね、やり方もあるのかなというふうにも思います。また、余ったら積み立て枠活用という方もいらっしゃるのかと思います。そして4番目ですね。まあ、これがね、結構多いのかなと思うんですけども、成長投資枠で高配当株投資、積み立て枠でインデックス投資と、美味しいところに両取りができるっていうね、やり方もあるんじゃなかろうかと思います。僕自身もですね、この4番目のやり方、で、やろうかと思います。で、僕自身は成長投資枠優先で高配当株を買い集めると、まあそういった感じのやり方でやっていこうかと思います。ではね、ここから先はですね、高配当株投資がやりやすくなったんじゃないかという個人的な見解についてね、お話ししていこうかと思います。新NISAで高配当株投資がやりやすくなったということで、まず一つ目ですね、下落を待てるようになったというところがね、大きいのかなと思います。今までのNISAですと、期限が決まっていたためですね、一般NISAでの年間120万円の投資っていうのをね、全て使わないといけないというふうに、まあ、頑張ってね、買っていた部分はあったかと思うんですけども、今回ね、非課税期間が高級と永遠に続くということになったことで、慌てて買う必要がないのかなと、じっくりと下落を待つことができるのかなというふうにも思います。高配当株投資と言いますと、やっぱり下落したところで買うっていうのが大事になってくるので、そういったところでね、この下落を待てるっていうのはね、非常にね、いいんじゃなかろうかと思います。またですね、やっぱり配当金に税金がかからない。これ一番大きいかなと個人的には思っています。20.315% の税金がね、今までかかっていたんですけども、これがかからない。非常に大きいと思います。100万円をね、配当利回り 5% の株に投資したら、まあ普通だったらね、5万円もらえるんですけれども、税金でね、引かれて、手取りがね、4万円ほどになっちゃうといったところが今までの現状でしたので、1万円ほどね、配当金が変わってくると、100万円投資した時に、まあ配当利回り 5% に投資すると1万円ほど手取りが変わってくるといったところで非常に大きいと思います。20% って大きいですからね、5分の1がですね、税金で取られていくというところだったんですけど、それがね、取られなくなると非常にね、大きいのかなと思います。次に3つ目ですね。増配株を買うと非課税の配当金が増えていくということで、今回ですね、先ほども言った通り、非課税、期間というのがね、高級永遠になったというところで、増配株を買っていくとですね、どんどん配当金が増えていくというような形になっていくので、手取り収入がね、どんどん増えていくという形になっていくと思います。毎年ね、5% 増配する株だと、15年後にはですね、配当金が2倍になるという計算になりますので、まあそういったね、増配株を中心に買い集めていったりしたら、まあ今はですね、配当金少ないかもしれませんけど、将来的にですね、配当金どんどん増えてくれるのかなと思います。しかもですね、非課税で増えてくれると、非常にね、嬉しいのかなと思います。次、4つ目ですね。上限が増えたというところで配当金がたくさんもらえるようになるんじゃないかと思っています。今までですね、一般NISAだと600万円っていうのが上限だったわけなんですけれども、今回の新NISAになって成長、投資枠といったところで上限が1200万円ということになりました。やっぱりですね、配当金投資、高配当株投資というのをやっていると、4桁万円のですね、金額になると、やっぱその恩恵っていうのは大きくなるのかなというふうに個人的には考えていますので、上限が1200万円。この1200万円をね、すべてですね、高配当株投資というのを回すことができればですね、非常にですね、大きなインパクトになるんじゃないかなと考えています。例えば上限1200万円の 5% だと、月5万円も目指せるといったところで、非常にね、夢があるんじゃなかろうかというふうに考えています。というわけでですね、
僕自身はどうやって投資していくのかといったところをね、最後にお話しして終わりたいなと思います。僕自身はですね、2023年セミリタイア予定といったところになっていますので、まああまりね、2024年以降、新NISAが始まる2024年以降ですね、収入が多くなるといったところはないですね。実際収入は減るかと思います。ではね、こっからどうやってね、投資をしていくのかといったところで、見ていきますと、2024年はですね、退職金などで投資をしていくんじゃないかなというふうに考えています。そして2025年以降はですね、現行のNISA分を売却して新NISAに移す作業が中心になると、まあ個人的には予想しているという形になります。僕自身がですね、一般NISAの口座を使って投資をし始めたのが2020年ですので、2024年でね、5年間経ってしまうというところになりますので、2025年以降がですね、新NISAに現行NISAで買った SPYD とか、そういったものを新NISAに移していくのかなという感じになってきます。まあ、移すといってもですね、移管できるわけじゃないので、一回売却して、そして売却したものをまた買っていくというような作業が中心になってくるんじゃなかろうかというふうに考えています。もちろんね、それだけじゃ多分、その年間240万円投資できる枠っていうのは埋まらないので、まあ、残りの枠はですね、まあ、そこまで慌てて埋めなくてもいいというふうに考えるのか、まあ頑張ってね、急いで埋めようと思ってアルバイト代とか、まあそういったもので稼いだお金を投資していくのか、まあそこら辺はね、まあその時の状況によるのかなというふうにも考えています。そしてですね、2023年、来年はですね、まだ新NISA始まらないわけなんですけども、今まで通り一般NISAで高配当株っていうのをね、買っていこうかと思います。一般NISAとですね、新NISA併用できるといったところですので、まあ、せっかくですから、一般NISAで、高配当株買っていこうかと思います。そしてですね、今回新NISAで積立枠もね、新たに使えるようになっているという形なので、そこの部分ね、もしかしたら、オールカントリーの投信を月1万円に変更するかもしれません。まあ今まで僕自身はですね、オールカントリーの、投資信託の方、EMAX Stream オールカントリーか、全世界株式っていうのをね、投資していたんですけど、そこから、まあ配当金が欲しいということで、ETF の方に変更したんですね。オールカントリーの ETF、全世界株式の ETF というのがあるので、そちらに変更していたんですけれども、まあ今回積立枠のNISAができるということで、投信の方に、まあまた戻すかもしれません。ちょっとそこはね、もうちょっとね、考えてみてからどうしようか決めようというふうに考えてます。まあ今後ね、この続報を待ちながらね、検討していこうかと思います。まだですね、ちょっと不明瞭な点、例えば、成長投資枠ですかね。こちらでね、どこまでの範囲投資できるのかっていうのがね、具体的にバッチリ決まってないので、まあそこら辺とかをですね、まあ、見ながらどうするのかっていったところをね、考えていこうかと思います。まあ皆さんもですね、新NISAが始まるということで、投資方針ね、少なからず変更はあるのかなと思いますので、まあどうやっていこうかっていうのをね、改めて考え直す機会にはいいのかなと思います。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。